はい、どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今回はですね、視聴者さんからリクエストがありまして、まあ私のね不得意分野ってわけではないんですけども、あまり放送しなかったちょっとスピリチュアル系のことについてねお話をしていこうと思います。もしまあ人気があるようだったら続編もやってみようかと思うんですけども、第1話はね、あの考え方っていうのが肉体を癒す効果があるんだよってことなんですよ。つまり肉体が疲れてねボロボロになっちゃったとかね、まあそういう時でも考えることによってその疲れた体をですね立ちどころに癒すことができるっていうことなんですよ。まあ、そんなことって信じられますね。私はね、病気をしそうになった時とか怪我をした時とかって思考の力で多分他の方よりも10倍ぐらい早く回復するんですよね。具体的に言うとどんなことでも1日で回復するんですよ。これは多分ね私じゃないとできないことじゃないかなと思うんですけども、それを司っているのが考えるってことなんですよね。思考なんですよね。これを今日はね話していこうと思います。私たちはやっぱり日常の中で様々な思考を抱えていると思います。例えば喜びとか悲しみとか不安とかストレス、これもね思考だと言えるんじゃないかなと思います。考える、まあ、そういうふうに受け止めている、感じているってことですよね。で、思考は私たちの感情や行動に大きな影響を与えます。やっぱり気持ちが乗ってる時って行動も軽やかだったりしますけども、気が重い時ってやっぱりね足取りがそのまま重くなっちゃいますよね。まあですんでね、思考が肉体を癒す力を持っているっていう事実はあるんじゃないかなと思うんですよ。ただあまり知られていないのかなと。まあつまり疲れたらドリンク飲んだり寝たりとかね、病院に行ったりとか、まあそういうふうに外的な刺激によって肉体を何とかしようと思ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、私は内側から自分の肉体を操作できるんではなかろうかと思ってるんですよね。ちょっとスピリチュアル的でしょ。しかしね、実はなんですけども、近年の研究によって思考が私たちの肉体的な状態に直接に影響を与えることが明らかになってきたという研究もあるんですよ。例えば、ポジティブな思考は免疫力を高めてストレスを軽減し、健康な体を維持する手助けをしてくれると。で、一方でネガティブな考え方っていうのは免疫力を低下させて病気や痛みを引き起こす可能性があるんですよね。まあ、ですので私基本的にはね病院に行かないんですよ。病院に行くと必ずどこかが悪いという診断を受けます。あ、それはストレスですよとかね、加齢ですよねっていうふうに原因たることが指摘されるんですよ。そしたらそれを聞いた私たちは専門家から聞くわけですから、あ、そうか、ストレスが溜まってるのか、知らず知らずのうちに疲れてるんだなっていうふうに外からの刺激によって肉体の動きを低下させていくんですよね。しまいにはあなたはうつ病じゃないですかって言われたら、あ、うつなのか、そうかっていうふうに肩にはまってしまうんですよ。だから自分の苦痛を無視し、何かねどうしても痛みがあるときはこれは回復に向かってるんだっていうふうに考えることができます。よくね熱を出したときっていうのが状態が悪いっていうふうに取られると思います。熱が出てるんだからおとなしくしときなさいっていうのはね、確かにその通りかもしれませんけども、熱が出てるってことは免疫効果が高まっていて、その熱によって病原菌を駆逐してる、まさに回復の直前だっていうふうに私は考えるんですよ。ですんで自ら熱が出るように熱いお風呂に入ったりするわけですけども、だいたい風邪をひいたら風呂に入るなっていうふうに教わりませんでした。しかし私は風邪をひいた時とか体調が悪くなりそうな時ほど厚めのお風呂にしっかりと入って、できればその中でねもう眠るぐらいのリラックスをするんですよ。まあこういうふうにしていくことによって私は体のリセットができるんじゃないかなっていうふうにいつも考えてますし、そういうふうに体験もしてるんでね、そうなってくると自分の体をリペアする、しかも瞬間的に治す方法が自分の中に決まってるわけですから、少々体が悪くなったって少々無理をしたところで回復の方法、エリクサーをね持ってますから怖くもなんともないんですよ。ですんで徹夜をしてみたり、雨の中を濡れながら歩いてみたり、全然へっちゃらです。どうせ回復するって知ってますからね。で、もし病気になったらどうしよう、もし調子が悪くなったらどうしよう、ストレスが溜まったらどうしよう、人に言われたらどうしようみたいに気にしてると本当にそうなるんですよ。まさに思考が現実化するってやつですよね。
どんなことでも思考が現実化するとしたら、いい思考を持ち続けた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。ね、思考が現実化しないと思うんだったら、考えもしないようなことが日々起きてる、そういう現実に苛まれてるのかもしれませんね。でさらにね、思考が肉体を癒す力を持っていることを示す実験結果もあるんですよ。例えばある研究では、被験者に対してネガティブな思考を与えるグループとポジティブな思考を与えるグループ、2つに分けてそれぞれの肉体的な反応を観察したんですよ。するとネガティブな思考を持つグループでは、心拍数、血圧が上昇し、体温が下がるなどのストレス反応が見られたんですよ。で一方でポジティブな思考を持つグループでは、心拍数や血圧が安定し、体温も上昇するというね、リラックスした状態が観察されたってことです。まあこれは必ずしも実験を通さなくてもなんとなく分かることじゃないかなと思うんですよ。例えばね、毎日女の子にかっこいい、イケメンっていう風にポジティブな刺激を受けてたら、なんとなくそんな気持ちになってウキウキと明るくなる、そんなね中年男性多いんじゃないかなと思います。想像してみてください。で逆にですね、会う人会う人にけなされていたら、もう人に会いたくなっちゃう、会いたくなくなっちゃうようなね、まあそんな思考にもなってきますし、実際に外出するのが億劫になってきてね、引きこもりみたいになっちゃうと思うんですよ。だいたい引きこもりや鬱になる人の原因ってのは、どこかで強いストレスを受けて自分の価値観を見出せなかったり、人に褒められたり、誰かとつながってるっていう感覚、つまり思考がなくなっていくから、そうなってしまうんではないかなと思うんですよね。どこに行っても人気者で、どこに行っても多くの人に感謝されていったら、なかなかね引きこもりにならないと思うんですよ。で、こういうふうなことからも分かるように、思考は私たちの肉体的な状態に直接イメージするような影響を与えてるんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、自分自身に対してポジティブな思考を持ち、良い状態をイメージすることで肉体を癒すことができるんじゃないかなというふうに思いますけども、どうでしょうかね。じゃあそろそろまとめに入っていこうと思いますけども、私たちは思考の力を活用することで自分自身の肉体的な状態を改善することができるんじゃないかなと思います。例えば毎日の瞑想やポジティブなアフォーメーションって最近は言うらしいですけどね、で思考の力を高めることができるんじゃないかなと思います。まあ私はね、大好きな曲を聴いたり、大好きな映画を見たりとかして自分を高めることがありますけどもね、皆さんもあるんじゃないですか。まあ、その他、自分自身に対して優しく愛情を持って接することも大事です。自分が自分を癒してあげるってことなんですよ。どうせ俺なんてっていうのは自分を癒すことにはなりません。貶めてるだけですね。心と体のバランスを取り戻して健康な状態を保つことっていうのが自分自身でできるんじゃないかなと思うんですよ。つまり自然治癒力ですよね。で、思考が肉体を癒す力を持っていることっていうのは、私たちにとって大きな希望になると思います。私たちは自分自身の思考をコントロールすることができますので、いつでも思考の力を活用して癒しを得ることができるんじゃないかなと思いますね。ここで私からこの放送を聞いてくださってるあなたにメッセージです。今日から自分自身に対してポジティブな思考を持ち、肉体を癒す力を生かしてみていただけませんか。心と体のバランスを取り戻し、より健康で豊かな生活を送ることができるでしょう。私自身も思考の力を活用して肉体的な不調を癒すことをいつもしています。思考は私たちにとって強力なツールであり、自分自身を癒し成長させるための力となると私は信じます。ぜひこの放送を聞いてくださっているあなたも、思考の力を信じて、自分の考える力を信じて、自分自身を癒す旅に出かけてみていただきたいと思います。それでは今回は以上です。お疲れ様でした。ちょうど10分ですね。